皆さんこんばんは、MK です。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムパート87やっていきましょう。今回も前回に引き続きウオトリー村の再建に協力していければと思います。まずは目の前にコログがいるので助けてあげましょうか。のろしが上がってんのは結構遠いな。まあ道中が平らだから、この MK さんが作ったなんだろう、台車に扇風機をくっつけただけの簡易的な車で運んであげましょうか。この車は木も運ばないといけなくて、結構バランス取るのが難しいんですよね。前回起き上がりこぼしとかもつけてみたはつけてみたんですけど、あまりうまくいかなかったということで、今回も試行錯誤しつつ頑張っていければと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。にしてもうまくいかないなこれ。どうしよう、木の場所が良くないのか。一回木をこれあえて前とかにつけてみようか。1個だからこう、これでいいんじゃない。うわー新たな問題が出たんですけど、まあ言うてでしょ、これだったらさっきよっか全然マシなはず。はい、コログさん行きますよ。ちょっとうわ前じゃなんでこんなうまくいかないかな。後ろ重心だったらいくらでもいいってこと？だったらここつけるけど、これでもいいんですか？あ、操縦桿がこれだと良くないか。操縦桿を若干前につけます。あ、若干どころかかなり前につきましたが、これで一回行ってみよう。よし、行くよ、リンク。リンクが前にいれば大丈夫理論で。オーケーオーケーオーケー。うー、すごい横スライド。なんでこんなに横に移動するんだ。全く意味がわからないが、行きましょうか。いや、ゾナウギア87パート目だから、そろそろ皆さん慣れてほしいと思うんですけど、未だにちょっと慣れない部分がありますね。まあ、前作のブレスオブザワイルドにはなかった要素ですから、多少はね、多めに見ていただければと思いますが、言うていけるぞ。頑張れ頑張れ頑張れ。あとちょっとでコログのとこまで行けます。あー最後の最後で乗り上げた。ちょっとごめんなさいね。君もうこのままウルトラハンドで運びます。とりあえず来れたからいいでしょう。で、MK さんはね、この丸太を集めてるんですよ。残り8本だったかな。友達を連れてきてくれてありがとう。お礼にこれどうぞ。はい、コログの実はありがたくいただきますと。なんだかんだもう50個ぐらいになったんですね。まあまあまあ、次、監視砦に帰るタイミングで、ボックリンから受け取って、あ、監視砦じゃなくなったのか。コログの森になったの。あら次、コログの森に行くタイミングで、ちょっとボックリン行きましょうか。そう、コログの森はね、一回あれ、なぞなぞ試練じゃなくて、ぐるぐるの試練みたいな。それで一回報告しに行かないといけないんですよね。で、あと丸太ありますかね、こっち側。もうないんだったら来ないんですけど。うわ、なんか基地みたいなのもあるし、丸太ないなら帰るよ。丸太ありますかね。うわ、しかもガーディアンの基地みたいになってんな。わー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 、なんかうまいこと来れてますけど、丸太はないな、やっぱり。ない。ああった、あれは丸太ではないか。丸太じゃないな。だとしたらもう一回ちょっと、あ、おい、大きなタイヤがあるじゃないですか。これ使いましょうよ。さっきから MK さんはなんて無駄なやり方をしていたんだ。これでいいんですよ、これで。扇風機だとね、結局勢いとかでね、すごい変になっちゃうので、大きなタイヤにこの丸太をつけて運びましょう。で、ヤシの木の丸太じゃダメって言われてるんで、この漂流したやつを持っていかないといけないんだよな。これ後でつけます。まずはタイヤを、うわ、これどうすっかな。落ち着け。これじゃつかないっすよね。なんだ、なんかすごい嫌な予感が。何、なんか目つけられてない、すでに。大丈夫で、ここに行って、なんだなんだなんだ、賢者がなんとかしてくれてる。オッケー、じゃあ賢者に頼んだ、そこは。そこ、なんだお前が、おら、オッケー。ちょっと、ボコブリンたち、なんとかしといて。あと MK さんはこれ作るのに集中するから、こいつもいるんか、おら、頭さえ叩けば終わりですからね、オッケー。今、めちゃくちゃ弱い。丈夫な木の棒みたいなやつ持ってるんですけど、それでもなんとかなりましたと。そうで、前回ね、ウオトリー村の再建はもちろんやったんですけど、それ以外にもゼルダのね、なんだ、竜の、涙をなんとか最後の、ちょっと待ってくれ。今、そういうタイミングじゃないのよ。ねえ、チュチュさん。
チュッチュさんちょっとなんとかしといて、賢者たち。 MK さんはちょっとこれ作るので今忙しいから、ちょちょ、うーわ、おい、今やったのはミネルだな今やったのミネルだよな、見てたぞ。いやまあ板だから許すけど、これ板っていう、まあまあまあ、板だから許すけど、木の丸太だったら今ミネル解雇だったぞ、危ないなちょっと大きいタイヤをつけたいだけなんです。これ一回さ、ブループリンてかブループリンとかなんかのお気に入りで持ってない、この大きいタイヤつける、あ持ってねえな、持ってないって。はーい、ちょっと待って、違うちょっと待って、あブループリントじゃなくてウルト、ちょっと今日大丈夫かゾナウギアでいろいろ作るのすごい今日グダグダなんですけど、ちょ頼むって。ここつけて、よしオッケー、この調子で、こちらこれね、大きいタイヤはね立ててからの方がいいわ、それを今学んだ。こうやって立ててからつけるのよ、こう、素晴らしい、そういうことです。で石でうまい感じに上がってくれてるんで、それを利用させてくださいな。ほい、オッケー、ナイスよ。これさ、雷とかでさ壊れないかだけすげえ心配なんだけど、雷の予報は今んとこないよね。いやでも山は天気が変わりやすいって言いますからね、ここは海ですけど。でこれをここつけて、操縦桿だけもらいます。はい、ありがとう。よし、これでちょっとじゃあ向こうまで運んでいきましょうか。いやー、やっと運べる、いいけ、うわ、もうこの安定感ですよ、私が求めてたのはこれまでなんて効率悪いことをしていたんだ。あ、バッテリーあるけど、いや別にいらないか。っていうかさ、海を渡るっていう手段もあるよね。まあまあまあ、もうこの状況になっちゃったからいいけれど、海をなんかうまいこと扇風機で渡るのもありっちゃありだったかもしれませんね。今から丸太を集めるという方は参考にしてみてください。遅いな、思ったよりっていうか雨がすごいんだけども、ユンボーよくそんなぐるぐる回るね。丸太どこ丸太全然ないんだけども、前回さ取ったところで復活してるかな。だとしたらそっちに行っちゃうのが早いかもしんない。もう半分はこれで集まってるからさ。でこの辺も、いやその柱切ったところで丸太判定にはならないでしょ。気づくの遅すぎない今ボコブリン全然気づいてくんなかったじゃん今。丸太ありますか。っていうかこのヤシの木以外の木でもいいんですけど、いやヤシの木以外の木この浜辺には生えてないだろうな。ちょっと丸太どっかにないです、全然ないね。地上上の方に行ってみるか。ここが、あ冒頭でコログがいたところか。んー、あんまり、あ待って、丸太前回壊したやつだ、復活してるそう、前回間違ってさ丸太壊しちゃったんですよ私。よかった、復活してて。こちら持ち帰らせていただきます、ありがとうございます。2本ここでゲット、ここに1つつけてもう1つ、はい。うわー、これさもうすでにえのきださんに、えのきださんじゃねえや、桜田さんに渡したやつも復活してんじゃねえかな、ワンちゃん。待て、場所良くないね。よし、こうしてこれで3本です。桂田さんじゃねえや、えのきださんじゃねえや、桜田さんもう全員だだからややこしいんですって。これでちょっとまた生産の方よろしくお願いします。向こうの方復活してるかな、ぱっと見はない。あるある、復活してるぞこれ。いや、やったね、やったこれ往復っていうかロード挟めば復活するんだ多分よーし、だったらもう話早いわ。一応こういうとこも見ていきますが、もうちょっとこれ速度上がんないもんかね。扇風機つけてもタイヤが地面に設置してるから多分速度は変わんないよね。うわ、ギリギリ通れたやべえ、こういうとこ通れない可能性ない、大丈夫か。ああ、よかった。はい、持ってきましたよ。これで、ちょっと、あら、良質な木の香り。お、香りでわかるようになりましたか。あら、早速丸太を集めてきてくれたのね。もらっちゃってもいいかしら。はい。雨の中頑張る人って見てるだけでキュンキュンしちゃう。ありがとう。大切に保管しておくわね。前回はなんか、夜でも頑張る人って、みたいなこと言ってた気がするな。ありがとう。今集まってる丸太は10本ってところね。あと5本。オッケー。ハイラル米は少々お待ちよ。で、あと5本プラス、ハイラル米はね、買いに行った方がいいと思うんですよ。どこに売ってるかな？ハイラル米。待って。MK さんさ、果ての村のさ、
なんだったっけ、あの畑、何植えたっけ、ハイラル米植えたんだったらもうあそこにあると思うんだけど、7個ぐらいだったら余裕で。うわー、ちょっと賭けだけど一回果ての村行ってみる。もう忘れちゃったんだよね、あのおばあちゃんに何渡したかいやー、ハイラル米だったかな、ハイラル米だった気もするんだけどな。で、さっきここに復活してた丸太が、あった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 。いや、これ馬で運んだ方が早かった絶対馬の方が早かった気もする。まあまあまあ、もうここまでやったから。で、5本ぐらいだったらね、復活してるんだったらまだ奥にあったはず。奥ってか、あの竜の涙のところかな、あの辺に落ちてたと思うので、そちらを持っていきましょう。ここに、ほい、もう次の往復で終わらすよ。あ、やばい、ここタイヤくっついちゃってる。 OK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  で、さらにこいつをここにつけます。 OK、 よし、そしたらちょっと反対側行きましょうか。丸太探しね、ちょっと浜辺だから大変だったね。あ、とリンクさん、リンクさんリンクさん、よし、 OK。 ちょっと操縦桿のところをうまく乗り越えられないみたいですけど、あ、なんかゾナウギア落ちてんな。何これ、あ、扇風機じゃない、1個ありがとうこのね、ゾナウギアのなんていうの、カプセルに入った状態、この状態であるのがめちゃくちゃありがたいんだよね。そう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 、これ普通に扇風機あってもさ、持ち運ぶことはできないんですよ。だからこのカプセル状態でいつも落としといてほしいな。で、こっちにね、前回3つ置いた、びっくりしたユンだった。で、ほら、そこにね、前回3つ置いてあったはず。今回も3つあったらこれで終わりですよ。2本は見えますが、あれ、2本か、マジか、3本じゃないのか、これ運ゲーなのかな。ど、あ、違うね、やっぱ違うよね、2本しかないな。前回3本あったんだけどね。で、ここをつけて、これこうなったらさ、もう1個探しに行くか、無理やり。うわー、あと1本なんだよ。だってこのまま引き下がるわけにいかなくない？待って、これ若干後ろに付け直して、こっちは多分ないのね、これ以上。だからぐるっと回って、こっちの海岸見ていきましょう。あと1本でいいんだけど、あと1本どっかにありませんかねもしもし、魚鳥村の再建に協力してくださる丸太の方いますか？竜の涙の上を思いっきりタイヤで歩いていくのは若干ちょっと申し訳ないんですけども、こういうところも行けちゃうんだな、タイヤだと。あ、あった、丸太あったけど、ちょっと待ってよ、さすがにそこきつくないか、これ。海の中通れます、行けるかな。待て、水陸両用にするために扇風機つければ行ける気もするんだが、これそんなことしなくても前に進む可能性ない？待てよ、ほい、進め、いけ、ずっ、ダメだ、これ水陸両用にしないといけない。扇風機1個でいいかな、1個しかないんだ1個でいいかな、もう何も1個しかない。これをここにつけて、ちょっと待って、若干下目でいいよ、ここ、よし、 OK。 あ、ちょっと木についちゃったけど、まあまあまあ、運べばもう用ないから、いっか、この付き方でも。で、リンクさん、このまま、行け、前に進め、頑張れ、よし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 ちょっとずつですけど、前に進んでおります。これで、うわ、もう、絶対こんなのウルトラハンドで運んだ方が早いよ。マジ？うわ、あそこなんか襲われてる人いるけど、もうピヨピヨになってるわ。今言っても怒られるから話しかけないどこ。もう絶対効率悪い。ちょっと待て、リンクさん、ウルトラハンドでいきましょうあんなん効率悪すぎますわ。ウルトラハンドで届くよね。あれ、あ、届いた、よーし、オッケー、この方が早い。で、そこに2本もある。1本でいいんだけどな、1本だけ持ってくか。これとりあえずもう、いや、いらないな、これいらないので、これ外して、こいつを1本持っていく。よーし、これでもう完成だこれでウオトリー村、あとはハイラル米だけになったかと思います。行きましょう、ゴーこの辺どうしよう、ウルトラハンドでギリギリまで運んで、あ、また扇風機のやつある。いや、それなんだろう。あ、扇風機だったら拾っとく、拾っとこうか一応ね、今1個もないからさ。ほい、
ほい、はい、オッケー、扇風機のドナウギありがとう。よし、ちょっとなんとか最後頑張りますよ。てか最果ての島も生きてんだよな。そういえばいろいろやりたいこと尽くしでどうしようという感じ。危ねえな、これ壊れちゃったらもうほんと大変なことになるんで、壊れないようにだけ気をつけましょうね。やばいって、それその落ち方大丈夫？あ、ギリギリセーフ、ありがとうやらかしたと思ったで、あ、大丈夫か、びっくりした、壊れてないよね。うわ、出た、下方向弱すぎウルトラハンド。なんかね、ウルトラハンドってね、横方向は結構ね、幅っていうか範囲あるんだけど、上と下がね、めちゃくちゃ範囲ないんだよね。よし、オッケー、あ、反対ですちょっと上下というか左右というか反対です。ほい、これで、っていうかこの薄い木の上に木の丸太5本も乗っかってんの、正直意味わからんけどねこれ物理法則的にはこの薄い木の板が壊れるだろうという気がしますが、いくぞラストいや、最果ての島行く？いや、まずハイラル米だな。ハイラル米ってさ、リトの村に売ってる気がしたんだけど違うかな。リトの村か、一から村か、かな。果ての村とかにも売ってたか。果ての村はなんかチーズのイメージしかないぞ。お、出た、浜の祠。なんかこの辺洞窟あるっぽいんだよね。わかりません、後でやります。とり、あ、待って、これ燃える？燃えるのだけ勘弁してよ。あぶねえ、マジで。これ燃える可能性あるから、焚き火の近くに持ってかないようにしよう。うお、ちょっと、あなた余計で。邪魔邪魔邪魔。邪魔邪魔、ごめんなさいね、上乗り上げるよ人身事故が今起こっちゃってましたけども、はい、連れてきたっていうか持ってきました。あ、ごめんなさい、今調整したつもりだったんだけどね、これ近い近いってなっちゃうとビビるの終わるまで話聞いてくんないんだよね。こんにちは、これで全部だ。あら、早速丸太を集めてきてくれたのね。はい、どうぞ、これで全部でしょう結構大変だったんだから。ありがとう。今集まってる丸太は15本ってところね。修復に必要な丸太はもう十分集まったわ。あとはハイラル米を20個集めるだけね。よし、わかりました。少々お待ちを。買ってきます。うわー、これさ、ワープマーカーここに1個あって、1から村に1個置いてるのね。今2個しかないんだったっけか？あれ？他にもどっかに置いてる？だとしたらそれ回収するけど。ほいほい。空島も、ワープはねえか。まあ、魚鳥村は近くに祠あるからそれでやるしかないな。わかりました。そしたら、ちょっと今 MK さんの中で一番可能性がありそうな、リトの村でハイラル米を買わしてください。言うて、7個はなかったと思うんだよね。あっても3個か5個。うわぁ、テリー巡った方がいいかな。テリーもね、たまにハイラル米を売ってる。いや、売ってないか。虫か。7ゲットするって結構大変では。3個ずつしか売ってなかったら3箇所見つけるあれだぞ、計算になるぞ。はい、とりあえずガタキサの祠でリトの村にやってきましたが、ほいほいほい、質屋の方どこですか？あ、っていうかさ、防寒具全部揃ってないんじゃなかった、リト。ほいほい、セット順でリトの羽飾り、羽毛服、ズボンがないのか。買っといてもいいけどね、せっかくだからね。うん、はい、ベニクジャクさん売りに来ました。いやー、ちょっともったいないか、意味ないものは買わないどく。うわ、二択なんですけど、ちょっと待って、ダイヤモンド結構あるからダイヤモンド売るわ。ダイヤモンドはどうか、あった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 、10個もあるんだ。じゃあこれ2個売ります。はい、これでちょっと一応寒さ対策マックスでもいいようにリトの羽毛ズボンを買わしてください。まあ、マックスの寒さになることはないかもしらんけどね。はい、リトシリーズコンプリート。そしたらハイラル米、あ、これ違うよね、タバンタ小麦だ。ハイラル米は売ってねえのか。じゃあ矢だけ買います木の矢だけ全部買います。ちょっと待って、ハイラル米どこに売ってる？リトにない。いや、ゲルドも売ってないだろ。果ての村か？ちょっと果ての村行ってみるけど、正直自信ない、果ての村は。おばあちゃんに MK さんがハイラル米を渡してたら、ハイラル米を栽培してくれてると思うんだけど、渡してたか記憶が曖昧なの、プラス、普通に、ここの
防具屋じゃねえや、まあまあまあ、装備屋っていうか質屋で売ってるかが怪しいな。ちょっととりあえずおばあちゃんのとこ行ってみよう。おばあちゃんお願いだからハイラル米を育てててくれMK さんハイラル米頼んでなかったかもしんないけど、空気を読んでハイラル米を育ててくれ。どうでしょうか。なんか調子乗ってマックストルフとか渡してんじゃないんだろうな MK さん。おい、そしたらもうなんか二頭追うものは一頭も得ずみたいになっちゃうけども。ちょっと、あれはハイラル米じゃない。ゴーゴーガエルか。ガッツガエルじゃなかったら用はないです。これハイラル米じゃない、違いますかね。おばあちゃん、ハイラル米を、ハイラル米を頼みましたよね私。おばあちゃん元気に実りましたね。これタバンタ小麦、ハイラル、どっち。はい、見事に実りました。ちょっと待って、回収するけど、ハイラル米だったらマジおばあちゃんナイス。いきます。おい、来たおばあちゃん大好きおばあちゃん大好き、ハイラル米育ててくれてる。よーし、オッケー。これで何個？22個。じゃあちょっと、ハイラル米、もう一個植えてもらおうかな。かぼちゃ、人参、トマト、いちご、小麦、米、メロン、ラディッシュ、うん、ちなみに小麦や米を植えた場合は草を買ってから収穫してくださいね。ガッツ人参、マックスラディッシュは育てるのが難しい。マックス、あ、トリュフはダメなんか。ガッツに、あー、なるほど。収穫数が少ない。いや、収穫数が少なくてもいいからさ、育ててくれたらそれでいいよね。でもね、1が2になるだけでもいいと思うんだけど。ダイマックスラディッシュ渡してみる？ありじゃない？せっかくだから。いや、ダイは怖えな。マックスラディッシュ渡してみるか。ほい。お任せくださいね。しかし、少々時間いただきますよ。はい。よろしくお願いします。ちょっとこれ待ってみよう。もしかしたらマックスラディッシュが2個か3個ぐらいになって帰ってくる可能性がある。そしたら、ウオトリー村のところに飛んでいきましょう。いや、ハイラル米20個もゲットしたけど、これで、桜田さんのミニチャレンジは終わりになるのかな？そう、前作のブレスオブザワイルドだと、お金を渡してただけだったから、こうやってね、アイテムをいっぱい持ってきたりするのはちょっと新鮮でしたね。えのきださんは逆に、薪の束、薪の束って言ってたからさ、それともまた違う感じではございますが、いや、浜の祠気になる。すげえずっとウオトリー村にいると反応するんだけど。ねえ、探す？探すにしちゃ範囲が広いぞ。桜田さんは、あれ？どこだ？こっち、あー、いた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 。とりあえず持ってきましたよ。これで再建できますかね。ハイラル米20個渡しましょう。こちら、まあ集めてきてくれたのね、男気感じちゃう。それじゃあまずは集めてきてくれた丸太で建物の基礎を作り直さないとね。ここでちょっと待っててくれる？建物の状況を確認するついでにちゃちゃっと終わらせてくるから。一人でできんの？前作だとね、桂田さんと一緒に掛け声を出してやってましたけども、今作は一人でやるの？大丈夫？腰痛いんじゃなかった？なんか桜田さん腰痛いのあったよね、前作で。頑張ってる。一人で。すごい男気。わー、声が男気。すごい男らしかったです。よし、お待たせ。はい。どうなった？おー、ちゃんと基礎っぽくなったね。これで基礎固めはバッチリ。それじゃあ建物の修復作業に移りましょう。はい。修復が必要な建物は全部で5つ。宿屋、料理屋、宝箱屋のお店が3軒と、村長の家、ヤーメスの家、2軒の民家よ。建物によって必要な工程が変わってくるから、修復する建物を決めたら説明させてもらうわ。待って。なんかそれぞれ必要なパターンですか？ここからがウオトリー村再建計画本番よ。さあ、どの建物から始める？まあ、お店からだよね、普通に考えたら。宿屋。料理屋行きましょうか。料理屋を建て直すのね。はい。料理屋ってどこでしたっけ？ちょうどこれか。料理屋はここね。村にいながら世界中の料理を堪能できる料理屋起きる。はい。何が必要ですか？必要な作業は現場で説明した方が早そうね。料理屋の方に一旦移動してもいいかしら？はい、いいですけど。オッケー、それじゃあ私についてきてちょうだい。はい。作業するだけでいいのかな？それとも、お金か何かが必要？さあ、着いたわ。はい。ここか。
うん、基礎しかないね。大黒柱が壊れちゃってるから、それも元通りにしないといけないわ。大黒柱は家にとって特別な支え。あなたが集めてくれた丸太で建物の基礎は作り直しておいたから、はい、あっちの家のように、ふん、こっちの家の方にもヤシの丸太を通すことができれば OK よ。屋根と床にちょうどいい穴が見えるでしょ。あー、まあ木箱で防がれてますけどね。そこにヤシの丸太を通す形ね。はい、ヤシの木の丸太はその辺に生えてるヤシから取れるとして、どうやってそれを屋根と床の穴に差し込むか、ヤシもできるだけまっすぐなのを選ばないとダメそうね。これはなかなかの難問よ。ほう、じゃあちょっとやってみましょうか。とりあえずこれ一回どけさせてもらっていいですか壊すとなんかまた怒られそうなんで、どかす程度にしておきましょうか。ほい、木箱を全部こっちにどかして、ヤシの木って個体差あるかな。いや、ないと思うけどね。多分どれでも切ったら一緒だぞ。ほら、ほら、待って待って待って、ほらほらほら、オッケー。で、これを、はい、下から上に通しますよ。こう切って、下にこのぶっとい方が来ればいいんだよね。よし、頑張ります。まずはほい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 、あ、まっすぎ、こう、あ、なるほど。ちょっと待てよ、上に登ってからの方がいいな。こう来て、あ、リンクさんここ登れます。オッケーオッケー、ナイス。木を折って、こうして、こうして、あ、ちょっと待ってね。手前手前手前、もうちょい手前、オッケー。刺さった？下刺さってなくない？下刺さった？リンクさん、下下、オッケー、来た、刺さった。どう？まあ完璧じゃない。バッチリ大黒柱の代わりにできそうね。はい、あとは私に任せてちょうだい。じゃあ早速行っちゃうわよ。はい、またじゃあ男気あふれる声で建築の方よろしくお願いします。大黒柱のとこさえ私がやれば、あといらないのかな。お、桜だだだだだ、桜だふわふわ、桜だだだだだ、桜だドゥワドゥワちょっと歌いながら、おーおーおー、歌ってると思ったらいきなり男らしいおお、あー、頑張ってる。どうですか、終わりましたか。はい、お待ち。結構いい感じ。おお、もうできちゃってんじゃん。再現率 100%。 私の腕前もまだまだ落ちてないよね。いや、すごいよ桜田さん。これでいつ家主が戻ってきても、おお、わしは夢を見ているんかいさ。あ、家主の人たち、あれ、あんなにボロボロだったのに。兄ちゃん見てよ、僕たちの部屋も元通りだよ。店と家が心配になってちょっと覗きに来ただけのつもりだったのに、あ、あんたたちが建て直してくれたんかいね。ありがとうだわいさ、これを受け取ってほしいわいさ。おお、カチコチ海鮮チャーハン、ありがとう、めっちゃ美味しそう。うちのお店で提供しているおすすめ料理の一つだわいさ。お腹が空いた時はお店に来るさね。あんたが今まで食べたことがない料理を振る舞うわいさ。そう、これで多分ね、レシピとかを埋めていけって話なんだと思いますが、さあ料理屋起きるオープンだわいね。おー、よかったよかった。とりあえずこれで一つ終わりましたね。料理屋もオープンしたところで、さあさあ、これで安心してちゃダメよ。まだ壊れた建物は残ってるわ。この調子で二人で力を合わせてこの村を再建していきましょう。じゃあちょっと引き続きやりましょう。お店の修復で宝箱屋行きましょうか。これ前回ね、ルピーをかけてこうなんか宝箱を選ぶみたいなやつだったんだよね。立て直しましょう。宝箱屋はそう、そこだよね。宝箱屋はここね。からくじなしのお宝遊びに夢中になる旅人が後を絶たないって噂の魅惑的なお店なのよ。まあ結構損することも多いけどね。必要な作業は現場で説明した方が早そうね。宝箱屋の方に一旦移動してもいいかしら。オッケー、行きましょう。オッケー、それじゃあ私についてきてちょうだい。今度もまた大黒柱立てるだけだとしたらすぐに終わるんですけど。さあ着いたわ。うわ、結構破損が激しいね。この建物には2階から屋根を突き抜けてヤシの木が伸びていて、それがランドマークになっていたんだけど、思ったより損傷が激しくてね。あなたが集めてくれた丸太で建物の基礎は作り直しておいたから、ここは建物が大きいから屋根と床じゃなくて、2階部分にある植木鉢と屋根の穴にヤシの丸太を通す形ね。あ、わかりました。ヤシの木の丸太はまっすぐなのを選んでちょうだいね。立派だったお家を早く元の姿に戻してあげましょう。はい、じゃあ引き続きやりましょうか。おい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 、あれ、ラスト一発で上手に切れるはずだったんですけども、はい、まっすぐな丸太、これを一旦立てかけて、はい、ここをちょっと登る、あら、
ちょ、いけるリンクさん、うまいね器用。よし、これで上まで来たら、あとはさっきと同じように持ち上げて、あ、微妙にさす、あ、いける、ほい、ナイスまあ完璧じゃない、バッチリ大黒柱の代わりにできそうね。よし、じゃああとは任した、あとは私に任せてちょうだい。じゃあ早速行っちゃうわよ。はい、なんかおじさんが住んでたよねここ確かあのおじさんがあぐらかきながら、兄ちゃんどうだいみたいなことをやっていたイメージがありますが、歌は全く同じ。よろしくお願いします今回も。おー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 おお毎回この声がびっくりしちゃうわ。うわなんか一人の声に聞こえないんですけど。はい、お待ち。これでなんとか宝箱屋もオープン。オッケー、うん、完璧。この村で一番の大物で大変だったけど、これなら家主も満足でしょう。おいおいおい、こりゃ一体全体何がどうなって、俺の店は魔物どもに破壊し尽くされたって聞いていたが、あ、出たこいつ、前作もいたね。海賊たちがいなくなったって聞いて飛んできたんだが、元通り店が再開できるとは。死んだ親父が唯一俺に残してくれた大事な店だったわいさ。これは俺の気持ちだ。おー、ありがとう爆弾花。避難している時にいくつか積んでおいたんさ。海賊どもに投げつけてやろうと思ってたが、もうそんな必要もなくなったさね。おかげでまた宝箱屋の営業を再開できるさね。ルピーは不要、一文なしでもおいでません。テンプウンプの、ん、ウンプテンプの宝箱屋、たった今からオープンよ。ルピー不要じゃなくない？え？ルピーいらないの？さあさあ、これで安心してちゃダメよ。まだ壊れた建物は残ってるわ。この調子で二人で力を合わせてこの村を再建していきましょう。ちょっと待って、ちょっと気になるな。パカッとどうだい、やらしてくれや。まさか馬宿で出会ったおめえさんが本当に海賊を追っ払ってこの魚鳥村とうちの店を建て直してくれるとは。あれ、あったっけ馬宿で。ごめんなさい、記憶が。思っても見なかったわいさ。俺の店は宝箱屋って呼ばれててな。まあ、運試しのゲームみたいなことをやってるさね。例ってわけじゃないが、そこの宝箱を一つ選んで開けてみるわいさ。遠慮せずパカッとやってくれ。あ、最初ルピーいらないんだ。まあ、ここは男らしく真ん中でしょう。ほい、何が出てくるでしょう。あー。1ルピーでした。お、どれおめえさん、何が取れたかこっちに来て見せるわいさ。あの、大外れです。お、緑ルピーか。なら、あ、待て、いっちゃん左の景品だな。持ってけ、泥棒。ただの割にはいいもん揃えてるだろう。当たった景品は後日ご自宅に、なんてサービスはねえから、直接引き取ってほしいわいさ。おっと、そうそう、忘れるところだった。宝箱に入ってたルピーは回収させてもらうわいさ。そいつは景品じゃないんだな。あ、変わった。なんかやり方変わったね。前回はさ、なんか何ルピーかかけて、それをなんか取り戻せるかどうかみたいな感じだったよな。どうだいおめえさん、外れなしの悪くない運試しだろう。残りはまた今度だ。連続で遊ばれちゃ、せっかく再建したばっかだってのに店を閉める羽目になっちまうからな。確かに、しばらく経ってからまた来るわいさ。へえ、ちなみに、あ、ボスボコブリンの角と、あとはモリブリンの角か。微妙っちゃ微妙だな。まあ、もしかしたら日替わりでいいのが他にあったりするのかもしれませんが。よし、じゃあちょっとお店を完璧に直しちゃいましょうか。宿屋の修復。うわ、ここもまたボロボロというか、まあボロボロっていうより入り口が閉鎖されてんだな。凝り固まった体をほぐし、旅の疲れを癒すハーブを効かせたソルトスパが売りらしいわ。分かったよ、直そう。必要な作業は現場で説明した方が早そうね。はい、じゃあ移動しましょうか。またまあヤシの木をさせって言われるだけだと思うので、ちゃちゃっと全部終わらせちゃいましょうよ。さあ、着いたわ。はい、わあ、看板斜めっちゃってんね。見ての通り大黒柱や骨組みは壊れずにしっかり残っていたわ。あ、じゃあここは何もしなくていい感じ。え、ただ中を覗いてもらうとわかるんだけど、雨水が溜まっちゃって、ああ、入り口封鎖したからね。水を抜くこと自体は難しくないんだけど、瓦礫が危なっかしくて作業できないのよね。せっかく残った骨組みは傷つけたくないし、どうやって瓦礫を撤去するべきか、ちょっと手間だけど、一つ一つ上から外に出していくしかないかしらね。お、そこを私のウルトラハンドでと。撤去さえ終われば一気に立て直してみせるわ。地道に頑張りましょう。じゃあちょっとウルトラハンドでちゃちゃっと行きますか。中に瓦礫が入ってんの？ほい。うわー、なるほどね。これ3つでいいのかな。じゃあこれ全部取っ払いますよ。ちょ待って待って待って、上下方向はね、ウルトラハンドはきついんです。あ、さらに中にもあるな。まずはとりあえず
上にあるものを全部取っ払います。ほい、オッケー。はい、でラストで、さらに下にもあるっぽいんですよ。これさ、足場があった方がいいか、逆にこれ残しといて、でこの下、ほい、オーケーオーケーオーケー。これなんだ、火、鉄、うん、うわー、鉄だなんか鉄の何棒みたいなのがあるな。これもじゃあちょっと取っ払うよ。はい、でまだある、まだ下にあるな。あれ、これは関係ないか、これ関係ない。じゃああとこの浮かんでるこれだけだね。よし、じゃあ取っ払ってしまいましょうか。これまだ下にあるって言ったら足場持ってくんのめんどくさいからね。お、オッケー外した瞬間反応してくれんのか、桜田さんよく見てんね。あら、もしかして瓦礫の撤去が終わったのかしら。終わりました、あとは私に任せてちょうだい。じゃあ早速行っちゃうわよ。はい、いつもの歌を聴かせてくださいな。この歌とかね、あ、歌は前作もあれか、あの前作だと掛け声がね、こうランダムで変わるみたいな仕様があったんですけどね今作は一人だというのもあって、うわい歌ってなんか男気の声で、あの無理やり建築するという感じになっております。おー、綺麗になったね、すごいね桜田さん。さすが私ね、再現率 100%。 これでいつ家主が戻ってきても安心ね。わお、これどういうことさね、私の店は海賊に壊されたはずなのにすっかり元通りになってるわいさ。戻しといたよ、あんたたちが建て直してくれたのかいさ。私は南西のゲルド地方に避難してたんだけど、あそこは見渡す限り砂ばっかで、海が恋しくなって戻ってきてみれば、まさか店が元通りになってるとは驚きだわいさ。ああ、まずはお礼をしないといけないさね。うおー、ゲルド地方のやつだね。みんなにお土産をと思って避難中に買っておいたんだわいさ。ぜひうち自慢のソルトスパを堪能していってほしいさ。お宿フィッシングリゾート、今日から早速オープンするわいさ。よし、これでお店は全部直ったよ。さあさあ、これで安心してちゃダメよ、まだ壊れた建物は残ってるわ。この調子で2人で力を合わせてこの村を再建していきましょう。はい、もうやっちゃうかこれなんか分けようかとも思ったけど、あと2つだからちょっと村長の家最後に残してやっちゃいましょう。ヤーメスの家建て直します。ヤーメスの家はここね、確かヤーメスさんが寮で拾ってきた戦利品を外に並べるスペースも欲しいって言ってたわね。ほう、必要な作業は現場で説明した方が早そうね。わかりました、じゃあ行ってみましょう。ヤシの木を通すだけじゃないっぽいな、庭もどうにかする必要がある。さあ着いたわ。はい、どうすればいいですか。大黒柱が壊れてちゃってるから、それも元通りにしないといけないわ。あなたが集めてくれた丸太で建物の基礎は作り直しておいたから。はい、あ、それでいいですか。ヤシの木の丸太、あ、はい、わかりました。あら、じゃあ庭は任せちゃっていいのね庭もなんかどうにかこうにか片付けないといけないと思ったんですが、そこは桜田さんがやってくれるみたいです。なのでここ一本切って持っていきましょうか。ほら、ブーメランで木切るのは若干効率が変ですけどね。よーし、じゃあこちら持っていきましょう。ヤシの木なんか植えてある時より壊れた時の方細いんだけどどういう仕様ですかそれは。よーし、でこの崖から行けるかな。できればもうこれで終わらしたいんだが、待てよ、これでリセット、あ、リセットじゃない、こうして、でこれで、あ、手前、これ回転一回こうして、ほい、オッケー、ナイス。で、あ、通る通る通る、頑張れ。こうして、下も無理やり通して、ちょっと持ち上げ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、この調整がなかなか難しいんだ。今度はど真ん中に入れないといけなくて、あい、オッケー夜だから見えづらいって。まあ完璧じゃない、バッチリ大黒柱の代わりにできそうね。よーし、あと任した。あとはで、これで村長の家だけか。全部終わったらめちゃくちゃいい報酬もらえないと、ちょっと割り合わんくない？今日だってウートリー村のことしかしてないよねえ、今日冒頭から丸太集めてさ、ハイラル米持ってきてさ、ねえ、ちょっと桜田さん、この回あなたで終わっちゃうから、このままだと。うわー、いいお家。ふふ、見なさい、これが匠の技よ。お、俺の家が直ってるわいさ。ヤーメスさん、あんたたちが直してくれたんさね。ありがとう、これでまた生活ができるわいさ。何も手伝えなかったわびださいね、わびだわいさ。受け取ってほしいさね。おお、
やっぱ現金が一番助かるね。これでまた漁に出られるわいさ。自分の食べる分だけあれば十分だから、余ったものはみんなにお裾分けしてるさね。いいことだ。あ、何？本当は村の人だけなんだけど、家を修復してくれた恩人さんなら大歓迎さね。お裾分けがあるとき家の前に置いておくから、自由に持って行っていいわいさ。ちょっとありがとう、ヤーメスさん。じゃあ早速ちょっと宝箱の中だけもらってっていいですか？さあさあ、これで安心してちゃダメよ。まだ壊れた建物は残ってるわ。はい、ちょっと待って、まずはそのこれをもらおう。剣は正直いらないな。これ旅人系だもんね。で、20ルピー、ちょ、合計70ルピーもくれたの。やっぱ現金よ、こういうのはね、桜田さん。あとは村長の家を建て直すだけね。よし、頑張りましょうか、ラスト。村長の家。村長の家はここね。村長一家が住む家よ。私も住まわせてもらっていたわ。ゼルダ様ゆかりのものが飾られていたり、心地よかったのに、たくあの魔物ども。ゼルダ様ゆかりのもの、ちょっと気になるな。必要な作業は現場で説明。はい、よろしくお願いします。ちょっとゼルダ様、え、なんかあったっけ？前作の段階であったのかな。 MK さんが気づいてないだけで。また大黒柱だ。はい、わかりました。いつものやつですね。はい、ちゃちゃっとやっちゃいます。で、上に、うわ、上下はね、ウルトラハンド大変なんです。なんかよし、上のこれをどっかして、あ、ごめんなさいね。ちょっと桜、村長か、村長の上に落としちゃった。村長ももうお年だから、あんまりね、無茶させちゃいけないんですが、ビッグブーメラン壊れそう。ほら、あー。だとすると、まあこの辺で行こうか。ほらほら、オッケー。まっすぐ、あ、これ曲がってるね。曲がってると良くないんすよ。まっすぐのやつ、これがいいね。ほらほら、あ、一応ヤシの木ってそういう差があるんだ。へえ、ちゃんとなってんね。ヤシの木だったら全部統一だと思ってた。まっすぐなやつと曲がってるやつがあるんだ、桜田さんが言ってる通り。で、ここで一旦これ立てかけて、ほい、待て、大丈夫？立ってる？立ってるな。風吹くなよ。 MK さんが上に上がって、ここからよし、入れていきましょう。村長さん、ちょっと木箱ごめんね、後でどかして。あ、ちょうど葉っぱで見えない。あ、なんとかなんとかいったか。よーし、オッケー。まあ完璧じゃない。バッチリ大黒柱の代わりにできそうね。よーし、任せた、ラスト。本日というか、まあ魚鳥村再建最後の仕事でございます。桜田さん頼んだ。ちょっと村長が木箱のあれで、あの、頭痛めちゃってると思うから、そういう意味でも早くお家を作って休ませてあげましょう。はい、お待ち。どうですかね、結構いい感じの家。おー、いいじゃん。フィニッシュ。これで今日から私も横になって寝られるってもんよ。そうですね。おー、うちの方から何やらトンカントンカン聞こえると思ったら、すっかり元通りだわいさ。沼日野さん、うちの母屋の方は運よく無事だったが、桜田さんのいらっしゃる離れが壊され、どこで寝てもらおうかと悩んでおったが、これで安心だわいさ。俺らの家まで直してもらって悪いさね。これはお礼だわいさ。おー、まあまあまあ嬉しい。この辺りで取れる一番の高級魚だわいさ。焼くなり煮るなり好きに食べるといいさね。煮るはちょっとできないんだけどね。離れの中にゼルダ様からもらった絵を飾ってたさね。壊れてないか早速中を見てくるわいさ。おいおいおい、なんだそのゼルダの絵って。もう一回見渡したけど、もう壊れた家はないみたいね。ほう、なんと礼を言ったらいいか。まさかこんな早く村が元通りになるとは。今夜は宴じゃ。聞いた？宴よ宴。やだ、何着ていこうかしら。あなたの服それしか見たことないけどね。おー、宴か。これで、まあ、おー、魚鳥村完璧に治ったね。あー、よかったよかった。おー、ここでバーベキューしてんのかな。みんなで。いいじゃんいいじゃん。海賊どもに襲われ村が蹂躙されたあの日、わしは皆を逃がすのに必死で、気がついたら見慣れた村は影も形もなくなってたさね。そしてみんなも村を去り、ウオトリー村は魔物の声だけがこだまする村となった。まさかまさかわしが生きているうちにまたこうやってみんなで笑い合える日が来るなんて思ってもみなかったわいさ。いやいや、村長さんずっとね、見守っててくれてたじゃないですか。今この時があるのは全てあなた様のおかげさね。お、
なんかくれるかな。もちろん桜田さんにも大変感謝してるだわいさ。あら、私はいいのよ。だって流れ着いた私を先に温かく迎えてくれたのはこの村の皆さんでしょ。流れ着いたの？どういうこと？桜田さんって流れ着いたの、ここに？今回のことはそのお礼だもの。やっぱりなんか変だよね。桜田さんありがとうだわいさ。流れ着いた。あなた様はこの村の恩人、いや救世主様だわいさ。おお、救世主様か。村のみんなとも相談したんだが、俺たちは救世主様言いづらいな、満足させられるような銭やお宝は持ち合わせてないわいさ。ほう、でも俺たちのお宝はこの村やここにいるみんなさね。だからこれからは村を挙げて精一杯おもてなしをさせていただくわいさ。おお、おもてなし。村を救ってくれた救世主様にはいつでも無料でベッドを提供させてもらうさね。やった、ありがとう。無料だ。うちの料理も遠慮なく食べてってほしいさね。もちろんお代はいらないわいさ。おお、やった、ありがとう。あとなんだっけ、救世主様には運試しなんて必要ないかもだが、たまには宝箱遊びもいいもんだぜ。お、そうだね、ルピーいらなくなったもんね。村にあるもんなら遠慮なく持っていくわいさ。おお、ありがとうみんな。あー、たぎってきたわ、もう我慢できないわ。お、なんだ桜田さん。お、キツタちゃん、キノちゃん、あれやるわよ。あれなんだ、お、キツタちゃんとキノちゃんが来て、何、何かを披露してくれるの。うおとり村復活のダダダ舞をダダダって読んでるお、踊ってる何それ、桜田さんが作ったの。おお、あ、そのポーズあったな、前作でもじゃあちょっと復活のダダダを見たところで宴は終了ですかね。お、よかった、ただのベッドで眠らせてもらったのかな。ちょっとあのゼルダ様の絵とやらを見たいんですけども、何かヒントになるかもしんないよね、ゼルダの。まあヒントも何も結構写し絵で分かっては来てるんだけどさ。ウオトリー村再建計画コンプリートしました。あとはミニチャレンジとかあります。ああるな、沈んじゃったのかな。あ、家を建て直してくれたお兄ちゃん。テントの中も秘密基地みたいで楽しかったけど、やっぱり村が一番さね。みんなお兄ちゃんのことを救世主様だって言ってるよ。村を元通りにしてくれてありがとうだわいさ。お兄ちゃんと遊んであげたいけど、先に父ちゃんの青いシャツを探さないと。青いシャツ、父ちゃんの宝物さね。大事なものだから鉄の宝箱に入れて大切にしまってあったのに、どこを探しても見当たらなくて、多分海賊に海に沈められちゃったさね。もしそうなら重いものだし、この湾の中からは出てないはずだと思って探してるわいさ。父ちゃん平気な顔してるけど、きっと悲しいはずさね。早く見つけてあげないと。なるほど、この辺あれかそういう簡単なものならいいんだが。ほい、いやでも3つくらいあるぞ宝箱。どれが正解かは分からんが、とりあえず1個1個開けていくしかないね。おお、ゴルピー違うね。あ、桜田さんがいた。ちょっと待ってね、多分あの一番遠いやつだよな。この手前にもあるんだけども、これではなさそうだわいさ。こっちまで持ってきて、ほい、どうだ、一応見てみましょうか。中かだよね遠いやつやらせるよね。だとすると、まあ丸太でいいか。あ、その板でいいじゃん。その板を、はい、こっちまで持ってきて、ウルトラハンドがその辺だったら反応するかな。ほい、あ、やべ、流されてる。大丈夫か。これでもうちょいだな、もうちょいなんだが、あ、これでいいやこれでさらにもう一度足場を作って、この上からウルトラハンドでどうにかしましょう。おい、いやでもこれ宝箱だったらどうやって開ける。一瞬で丸太の上に持ってきてやるしかないか。よし、あ、くっつければいいね。ここくっつけて開く。はい、何が入ってますか。来た、あ、エビシャツだこれ。風のタクトのやつですよ。青いエビシャツ。南の島に伝わる柔らかな着心地のシャツ。風通しの良い生地で作られており、暑い地方で着るのに適していると。はい。エビシャツ拾った、これお父さんのやつエビシャツあれだけどね。風のタクトのやつだけどね。こう着て。よし、あ、これ、誰だったっけ？サゴのファッションだ。サゴノの人もいるよ、ここに。はい、エビシャツ拾ってきたよ。
これでいいですか？父ちゃんの大事な青いシャツが入った鉄の宝箱をどこ行っちゃったんだろう。海に沈んでるなら重いものだし、この湾の中にあるはずなんだけどな。はい、見つけたよ。あれ、お兄ちゃんから父ちゃんの匂いが。もしかして父ちゃんの青いシャツ持ってる？持ってますよ。これでしょ。ちょっと MK さんも欲しいんだけどね、本当は。この色にこの鼻の奥にまとわりつく独特な匂い、間違いないさね。父ちゃんの青いシャツさね。ありがとうお兄ちゃん、早速父ちゃんに見せるわいさ。よかったよかった。父ちゃん、キズタくん見つけてくれた、見つけてくれた、見つけたのは私ですけど。はい、これでいいですか？父ちゃんの青いシャツ、この兄ちゃんが見つけてくれたさね。父ちゃんの匂いする。お前たち海で遊んでるのかと思ってたが、これを探してくれてたさね。ありがとうだわいさ。いえいえ、村のことだけじゃなく、わしのシャツ探しまで手伝ってもらって、なんとお礼を言っていいか。その青いシャツはわしが若い時によく着てたシャツさね。へえ。でも今は母ちゃんからもらった服があるから、もうわしは着ることもないし、よかったらあんた、お、そのシャツをもらってくれないさね。ありがとう。ちょっとあなたの匂いがついてるのは気になるが、もらえるものはもらっておきますね。はい、青いエビシャツゲット。あれ、青いシャツがなくなって悲しんでたんじゃないの？ああ、それはご飯をこぼして服がちょっと汚れちまってな。大事な服なのにどうしたもんかと悩んでただけわいさ。でも母ちゃんが綺麗にしてくれて、もう服もすっかり元通りさね。よかったけど、なんだそうだったのか。心配して損したわいさ。損した損した母面目ないさね。でも心配してくれてありがとうだわいさ。まだまだ子供だと思ってたけれど、こんなに立派になってくれて父ちゃん嬉しいさね。もうよかった家族のね、仲直りもできたということで。さて今日の記事はまあいろいろ見てるみたいですが、あと、あ、そ、ゼルダの絵とやらを見せてくれ今度こそ見に行かせてくれ。あれ、サゴのファッションの人まだいるな。あなたは、うわ、ミニチャレンジ多いて。まずちょっと絵を見よう。これ、おい、ハート、これ、あれだろ、妖精がいるんだ。実は俺、家の中に取り残されていたさね。着替えを取りに行こうとこっそり家に戻ったまでは良かったんだけど、気づいたら家の外から海賊たちの声がして、出るに出られなかったさね。兄さんが来てくれなかったら家も俺も無事じゃなかったわいさ。もう危ない場所にこっそり行くなんてバカな真似はしないさね。兄さんに助けてもらった命大事にしないとな。そしてこれか、その絵は。これ写真撮れとか言われないよな。一応撮っとくか。ほい。ちょっと、前のお兄さんがめちゃくちゃ邪魔ですけど。はい、一応写真は撮っておきましょう。で、あとは、うわ、そこのミニチャレンジ、受けるか。私にできること、その風貌、もしかしてあなたが桜田さんと協力して村を建て直してくれた人。本当にありがとうだわいさ。私の父ローゼルも感謝していたさね。あ、村長の娘さん。実は私この間まで主人と一緒に果ての村に住んでたんだけど、村を占拠してた魔物たちが退治されたって聞いたから様子を見に戻ってきたわいさ。あ、そうだったんだ。あなたのおかげでだいぶ村も元通りになったみたいさね。生まれ育ったこの村に平和を取り戻してくれて本当にありがとう。いえいえ、そんなことないですよ。私もウオトリー村を盛り上げるために何かできないか考えているんだけど、お腹が空きすぎて頭に浮かぶのはアイデアじゃなく、昔食べたハイラル米とゴロンの香辛粉をタイと一緒に煮込んだ料理。待てよ、ハイラル米ゴロンの香辛粉タイ。はい、あ、考えたらまたお腹空いてきた。あの料理さえ食べれたら村を盛り上げるすごいアイデアが浮かぶと思うんだけど、材料集めが難しくてなかなかこの村じゃ食べれないのよね。オッケー、任しとけハイラル米1個あったはずだから、いや2個ぐらいあるか。ハイラル米でゴロンの香辛粉も持ってたはずだ。あとはタイ、鎧鯛とか剣鯛、何でもいいんだよな多分な。じゃあ鎧鯛とゴロンの、お、危ねえ、1個しかなかった。ゴロンの香辛粉、ハイラル米、これで海鮮カレー的な感じかな。はい、何ができますか。来た、カチコチ海の幸カレー、美味しそう海の幸カレーですって。できたよ、これでいいですかなんであなたの料理を作ってあげないといけないんだ私が。ほら、この香りは、この食欲をそそる香りはまさか海の幸カレー。一丁上がりです、これでどうですか。はあ、この香り、これこれこれさね。私のために作ってくれたのありがとうだわいさ。それでは早速いただきます。はい、
ハフハフ、この辛さの奥に広がる魚の旨味、美味しすぎるわいさ。 MK さんはあんまり辛いの好きじゃないんだけどね。はあ、満足さね。よし、これで村を盛り上げるアイデアを考え、ん？あれ？ゴロンの更新庫のせいかしら。今度は体が熱くて全然集中できないわ。どうしよう、風でも吹いてくれれば少しはこのホテルも落ち着くと思うけど。なになになに、風？いやいや、これはあるけど。はい。はあ、涼しくなってきたわいさ。こんなんでいいんですか？何？てんてんてん。きた。何？あ、アイデアですか？そうよ、旗よ。村のシンボルになるような旗を作って、それを掲げることで村を盛り上げるわいさ。よし、そうと決まれば早速デザインするさね。おお、旗作りか。ここがこうで、ちょちょいのちょいっと。おお、いいじゃん、タイだ。すげえ、正面から見たお魚ですね。いい旗じゃない？我ながら会心の出来さね。ありがとうだわいさ。こんないいアイデアを思いつけたのもあなたのおかげだわいさ。これから私のデザインした旗でウオトリー村を盛り上げていこうと思うさね。これ旗に使った布地なんだけど、よかったらあなたも何かに使ってみて。おお、ウオトリー村の生地ゲットしました。果ての村の染色屋さんに行けば使い道の相談に乗ってくれるかもよ。あのパラセールの生地を貼り替えれるんだよね。まあまあまあ、今はとりあえず関係ないですが、あとなんかありますか？皆さん、なんもないようだったら MK さん、あの本拠地を倒しに最果ての島に行きますけども一応ね、本拠地どうにかしないとまた海賊が来るかもしれないわいさね。全然ちょっとなまらせ方がわからないんですが、ミニチャレンジない？あなたもないか。宿泊無料なだけ。まあまたいつか宿泊しに来たいとは思いますが、この人もないよな。さっきの人、あ、宝箱開けっぱだからまだダメだ。ちょっとまた時間が経ったらここは来たいと思いますが、ミニチャレンジ大丈夫ですか？なんもなさそうですね。よし、じゃあちょっと一旦行ってみましょう。お、ケルドの人がいる。なん、あ、この人、あの人じゃない？こんにちは。あ、サバーク。おっと、そうか。もうここはゲルドの街じゃないんだったね。はい、そうですけど。あんた、ラブポンドって知ってるか？そう、このラブポンド系ってね、あれなんですよ。ゲルドの話なんだよね。前作だと。この村の西にあるカール山ってとこの山頂付近にある湖なんだけどね。昔さ、そこに行けば運命の人と出会えるなんて話が流行ってね。若い頃に必死に探して見つけられないまま、それからずっと諦めてきたけど、まさかこんなところにあったなんてね。あ、一応見つけたんだ。実際に行くことは叶わなかったが、村長の家に飾ってあるラブポンドの絵を見せてもらえたからもう十分さ。砂漠にはない綺麗な青い海、ハイラル中を旅していた若い頃を思い出すね。意を決してゲルドの町を飛び出してきた甲斐があったよ。おー、よかった。なんかおばあちゃんもいろいろ考えるとこがあるみたいですが、いいな、行くからな。あ、リトの人がいる。もう待って、いろんな種族も来るようになったってこと？ん？はてなはてなはてなってなってたけど。あ、漁師の森。別にいらないけどね。で、あなたたちは？こんにちは。あ、つくんださん。ふう、仕事の後で羽を伸ばす時間は最高です。眺望台の見回りを終えての休暇先に、このウオトリー村を選んで本当に良かった。この海辺の磯の香り、リトでは嗅ぐことのできないかぐわしい匂い。本当にそうね。私もこの香り気に入ってるの。わ、いいカップルだ。つくんださん、私たち気が合うわね。同じリト族でウオトリーの魅力を分かち合える人と出会えて良かったです。本当にいい香りですよね。心を落ち着つかせてくれる匂いです。なんかイチャイチャすんなら他でやってくれますか？いい香りだわ。サザエ、カニ、お魚、海辺の幸独特の食欲をそそる匂い。あれ、噛み合ってる？噛み合ってなくないですか？今磯の香りと料理の話してなかった？今、まあいいや。ちょっと噛み合ってなかったみたいですけど、仲良くやれんなら別にいいんじゃないでしょうか。そして、あ、ここなんか売ってたけどまだ復活はしてないのか。よし、じゃあちょっと移動しましょうか。ちょっと本格的に最果ての村の魔物たちを倒していければと思います。あそこで本拠地を倒してしまえば、また何かね、この辺りのストーリー進むんじゃないでしょうか。よーし、じゃあ3つ拠点があるっつったかな、やりたいところではありますが、
一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回最果ての村で魔物の拠点を3つ倒していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。